こんにちは、寺井瑠衣です。アート&コーヒー。この番組はアートをもっと身近に感じもらってもらうためにコーヒーを飲みながらいろいろなテーマでゆったりお話しする番組です。今日は、タイトルからちょっとディスカッション、まあ肩書きからディスカッションさせていただきたいと思っているトワさんをお招きしてお話しします。トワさんはアーティストではあるんですけど、その次というか、そのもう一つの肩書きをどうするかってことを今ちょっといろいろお話ししようかなと思って、まあ簡単に言っちゃえばそのギャラリーオーナーさんであるんだけど、それ以上にそのアーティストとしてその場所のその何て言うんですか、その使い方なり、その場所がを何て言うコンセプトの、まあこう生まれてそれを具現化する場所っていうことで開いたっていうことで。まあ、最初はそういう聞いてたんですけど、はいはい、そこの第二のタイトルというかアーティスト&そのスペース、何としたらいいんでしょうか。そうですね、あの Why Not っていう場所を祐天寺 の、はい、あの昭和通り商店街に、はい、あの昨年の11月にオープンしたんですけど、はい、そこでは、まあ、作品の販売ももちろんしてるんですね、はい、企画展がメインにはなってくるんですけど、はい、なのであの、まあ、運営という言葉をいつも使ってるんですけど、まあ、コマーシャルギャラリーかというふうに考えると、まあ、そうでもなく、うん、じゃあ 100% オルタナティブのアートスペースかというと、まあ、そうでもないので、うん、まあ、ちょっとどういう肩書きがいいのかなっていうのは結構いつもこういうふうにお話しさせていただくときは、うん、考えてしまっていて、うん、基本的にはそうですね、Why Not運営していますっていう風な言葉を今は使っています。だけどやっぱりそのアーティスト、その現役っていうかその活動してるアーティストでもあるし、はい、でまあその、まあ、スペースの、そのまあ運営もやられてるから、うん、はい、だけどやっぱりそのスペースの中ではそのまあアーティストなり特有のその、うん、考え方でその箱をこう回していくというか、その活用していく上でやっぱりそのインスタレーションとか、要するに簡単なその普通の人だったらそのまあギャラリーがあってその絵を飾るってことは単にまあ絵という商品を壁に飾って来た人に見せてもらう、見てもらう、買ってもらう。だけどそのまあ、ね、トワちゃんとかになるとその自分の描いた絵でもその壁に飾ること自体がそのインスタレーションになるじゃないですか、うん、そうするとその、うん、なんか多くの人には平面だけど、はい、その空間としてその、うん、まさにそうですね、まあ、一緒に、ね、やらせてもらった時も、うん、どっちかっていうとその設営っていうよりその、うん、何そのか置く場所も置く方も展示みたいになっていくから、そうですね、うんうん、そうするとちょっと普通のギャラリーとは違うのかなと思って。そうですね、やっぱり最初その展示をするアーティストさんと展示の実際半年以上前ぐらいから、まあ、ゆっくりその打ち合わせを重ねながら、うん、今の制作をどういうコンセプトで進めてて、うん、それをどういうふうに見せたくて、でなぜその作品を作ったのかっていうところから結構一緒に共有してやっていくことが多いので、うん、あのここにスペースがあるのでぜひあの置いてものを置いてくださいっていうよりは、本当に一緒にもうインストールの仕方とか、うんうん、どういうふうにこう作品を、まあ 見せ方ね、まあ、見せ方とかなぜその見せ方になってるのかっていうのも一緒に考えながら、うん、その展示によってはただ展示するだけじゃなくて、うん、まあ、トークイベントにしたりだとか、うん、なんかよりその作家さんが発信したいメッセージっていうのがあの伝わるようなこう仕掛けというか仕組みを考えてやってますね。だからなんかこうあんまりルーティーンのこうお仕事だとは思ってなくて、うん、かなりそのアーティストさん前に全然その箱をどう使うかっていうのが違ってくるので、うん、まあ、そこをこう何度かこう共有しながら、うん、まあ、1年目2年目こう一緒にやってってるっていう感じなんですよね、うん、まあ、僕からすると別にそのなんてアーティストであって箱を運営してるって別に僕にとっては全然違和感がないんだけど、多くの人にとっては結構違和感があって、僕はなぜその違和感がない、その多分多くの人が分かりやすく説明すると、
DJ みたいなもんで、人の曲なんだけど自分でこう場を作っていくのが DJ でしょ。だけど DJ 自体も自分で曲作ってるじゃない。だから自分の曲もかけつつ人の曲もかけつつその場をこう作っていくのが DJ だから、今っぽいっちゃ今っぽいっていうか、そのサンプリングという形で、まあもうウィリアム・バローズの時代からサンプリングっていうのがあって、ラップのね人たちもそれを真似てなんかカット&ペーストでその本を書いたりとか、新聞紙切ってもう新聞紙に切ってあるものだけで本を作っていくっていうのって、まあ斬新、その今でも斬新だと思うけど、もう当時なんかもっと斬新だからそれと一緒で、別に自分がこう作ったものじゃないか、作ったものじゃないから自分のものじゃないっていうんじゃなくて、自分のこうなんていうかな、その概念に持ち込めば全部自分のものっていうか、まあ僕がいつも言ってるのはさ、まさしくマーサル・デュションの世界で便器ギャラリーに入れましたって、便器自分で作ってないじゃんってだけど僕が持ってきて、そのデュションが持ってきて入れて、これはアートですって言ったから、いやアートじゃないし自分のものでもないし何なんだって言ったから、彼のものとして今は歴史に残ってるのと一緒で、だから新しいことやるとカテゴライズできないんだけど、だけどそのもしかしたらそのビジュアルアートっていうのは音楽によりはなんか遅れてるのかもしれないね、そういう部分では。なんかそれは、私は美術の教育をイギリスで受けて帰ってきたんですけど、帰ってきた時にすごい感じたのは、こうやっぱりアーティストとその、ギャラリストとキュレーターっていうことがすごくパッキリ分かれてるなっていう印象を受けて、イギリスの方がこうアーティストがキュレーションするとか、こうアーティストが作品を売って積極的に売っていくとか、なんかその流動性って高かった気がしていて、ダミアン・ハーソンって自分のギャラリー持ってるもんね。そうですね、そうですね、まあ、それこそ日本で言えば村上隆さんって自分のギャラリー持ってる、だからアーティストがギャラリーを持っているっていうことにそんなになんか違和感は私はなくて、なかったんですよね。ただやっぱりそのアーティストを、職業としてのアーティストを考えていく上で、じゃあ大学を出て、美大なり何度か大学を出て、いざアーティストとして活動していこうってなると、結構若手のアーティストってノウハウというか、どうやっていこうっていう風になって、なんか別の仕事と掛け持ちしたりとかして、だんだん辞めていってしまったりとかするので、なんかそれだとすごいもったいないなっていう風に思ったんですね。で、なんかイギリスの時の同級生とかも、90人ぐらい一学年いるんですけど、もう今でも作家活動してるのってやっぱり10人以下ぐらいだと思っていて、で、それがすごくなんか もったいないなというか、もう少しその職業としてのアーティストっていうのが、こう社会の中でこう、ポジションとしてあるといいなっていうのをすごい望んでいて、で、iNot っていうそのアートスペースを運営することとして、いろんなアーティストと話し合いながら何をどうしていけば、そのもちろん自分たちも作品制作を通して生活していくし、生活していけるし、そのギャラリーに来てくださる方もこうずっと楽しめるというか、ずっと同じアーティストの作品を紹介してるわけでもないので、来る前に割と空間の見え方だったり空間の経験が異なっていくっていうのを、できたらなっていうふうに思ったんですよね。特にとあちゃんくらいの年齢の人がやってると、その周りの人にとっては勇気を与えられるよね。やっぱりだって村上さんってすごい売れてるじゃないですかとか、そういう話になっちゃうじゃない、どうしても。けどそれこそ村上隆史とわちゃんは売れてないかもしれないけど、そのなんていうかな、そのやっぱりこの年齢でこんなことやってるんだとか、なんかそういうのってやっぱりそのアートで関わって、アートでこうなんていうか生計を立てていきたい人たちにとってはすごい、希望っていうか本当に勇気が出るから、すごいいいことだと思うんだけど、やっぱりその僕がいつも思うのが、
そのみんなが分かりやすく説明するにはどうしたらいいかなって、そうですね、こんなにタイトルでタイトルの部分で語ってるのって少ない、いつもあ何々です何々さんですって終わっちゃうんだけど、そこはちょっとこう議題にしたかったっていうか、その話したかった部分でまだタイトルから抜けてないっていうそうですね、だからまあアーティスト、まあその、うん、場所を持つことも一つのそのなんていうんですかね、社会実験じゃないけれども、うん、一つのそれもプロジェクトだと思ってるんですよね。あまり分かれてないというか、ただまあその作品を作るよりもいろんな条件の中でその、うん、まあ一つの社会実験なりプロジェクトを進めていくので、なんかこう考えなければいけない要素は途端に多くなると思っているんですけど、うん、自分の中ではそんなにすっぱりとはやっぱり分かれてない、うん、で僕も別にその全然違和感はないんだけど、その多くの人に説明するときにどういうふうに説明がいいかなってもとでいろいろ話してもら、うん、今話させてもらってるんだけど、うん、はい、でその、まあ、こういっちゃなんだけど、とわちゃんが多分好きな一つその絵を描いてる一つの理由として、その言葉を超える何かってよく言うじゃない、うん、はい、それと一緒なのかもね。要するに言葉じゃ説明できないけど、スペース持ってるけど説明してくださいって言っても、いや説明できないからスペース持ってますみたいな、言葉で説明できないから絵を描いてますみたいな、だそういうことなのかもしれないよね。僕は別にそこに答えがある必要ないと思うんだよ。多分たまたまそのスペースを持ってますって、そうですかって言っていいんだけど、だけど議題としては面白いじゃない、うん、なんかこうオーナーっていう風に言ってしまうと、うんうん、じゃオーナーと他のアーティストの間にやっぱこうちょっと差がで、うん、ギャップができるじゃん。それなんか不動産屋みたいだもん、ね、そのなんかこう地主となんか、そうですそうです、なんかこう力関係が出来上がるような気がして、うん、そのオーナーとか、うん、あんまり言いたくないっていうのはあるんですね、うん、まあ、なんかそうそう、その展示に関わる人たちとの対話だったり気づきを通して、じゃあ次はもっとこうしていこうとか、こういうことをやったらどうなるだろうっていうのを、まあなんか割と私の独断ではなくて、関わってくださる方は皆さんと進めている感覚っていうのがあって、でそこもそこを個人的にはやっぱり大事にもしたいと思ってるので、そうですね、だからその言葉を超える何かっていうもので絵を描いてるってことだっていうことは、反対に言い返せばその言葉の力っていうのもすごい感じちゃうから、あんまりこうタイトリングしたくないんだよね。そうですね、僕もそれはすごいよく分かって、僕のそのまあ中国人のあるね、あのまあ絵の大家が知り合いなんだけど、彼女が言ってたのは日本はすごいと、要するにカルチャーっていうことを文化っていうふうに訳したっていう、うん、で文化っていうのは文字が化けるってことでしょ、うん、で絵を描くんなら、うん、文字で考えて文字で考えて字で考えて字で表現できたら字の方がいいっていうの、なぜか伝わりやすいから、うん、でそれでも超えられないものを絵にするってことが重要だっていう、だからすごいって彼女は言う、まあ、まあ彼女は絵描きだからなおさらそういうんだと思うんだけど、うん、要するに言葉で表現できないものを表現するに方法として絵があるって言ってて、まあ、それが近いのかなみたいな、うんうんうん、そうですね、うん、だからこう Why Not でやる企画展前に一応こうディスクリプションというか展覧会の概要っていうのを文字にはするんですけど、うん、でもやっぱりそこで鑑賞して経験するなんていうんですかね、作品との関係性とか空間とのこう共鳴とかって、うん、やっぱり文字では語り尽くせないし、そこに、うん、まあ、来ていただいてその人がどう感じるかを、うん、まあ、共有していくことで、うん、やっぱ出来上がっていく何かだから、文字にしていく作業っていうのはその文字からかけ離れる とって重要な行為なんだよね。そうですね、うん、だから文字にして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 文字じゃなくなる状態がベストなわけだから、うん、そう思います。そうそうだから文字にできるところはあのすごく意識的になるべく文字にしようとしてるんですけど、うん、でもそこからのやっぱその先に美術というかアートでしかやっぱりこう表現できない、感じられないものがあるとは思ってますね、うん、
だ蕎麦屋のカツオだしと一緒だよ。え？蕎麦屋のカツオだしと一緒。カツオだしって3分煮るのと20時間煮ると、うん、あ、匂いが両方とも匂いはないんだけど、絶対20時間煮た方が臭みが飛んだ状態で旨味が出てる。だからそれと一緒だよ。ああ、じゃあもうカツオだし作ってるっていうことかもしれない。だからあの家庭ではさっと引くっていうでしょ。うん、蕎麦屋は長時間煮るのよ。あ、そして臭みを飛ばすのね。だからすごい少なくなっちゃうね。だからそば屋のつゆってすごい重要っていうか、まず、まあ、そばの出汁の方が高いっていう。だからまさにその展覧会をやってる期間よりもそこに向かってこう準備を進めてるアーティストとの時間とか、うん、そのアーティストに興味を持ってこうお問い合わせをしてくださる方って、うん、方とのなんかお話とか、うん、でこう詰めている時間がやっぱりすごく重要で、うんうん、そのこう展覧会として会期を開けるっていうことよりもやっぱその前後もすごくそのアーティストにとっても、うん、まあ、私にとっても重要だなっていうのはいつも思ってやってますね。僕もう一つそのじゃあそのギャラリーっていうかそのスペースのこう活用してるっていうか、うん、その主催者の一人として、うん、聞きたいことがあって、はい、で要するに既存の要するにまあ既存っていうかみんなが分かりやすいこう絵を飾って、うん、それでまあオープニングして、うん、コロナ前はね、うん、特にオープニングして、うん、人々に来てもらって、うん、絵を見てもらってるってことはやってたじゃない、うんうん、それで僕一つそのアートに特にまあ日本が一番多いと思うんだけど、うん、日本のそのアートのオープニングで、うんうんうん、よくライブペインティングってやるじゃない。ああ、ありますね。僕たちはロンドンで、うん、そのまあアートの絵をたまたま違う時代でロンドンでそのまあアートのまあねその学校に行ってたじゃない。はい、まあアートのいろいろ教育をしたされたじゃない。うん、でもちろんトワちゃんもそうだけど、いろんなその多分アートのオープニングけど、うん、ライブペインティング見たことある？ないかもしれない、うんうん、僕だからライブペインティングって全然意味が分かんなくて、うん、日本に来るともうほぼオープニングにはもうライブペインティングが合体してるみたいで、オープニング6時から9時です、うんうんうん、ライブペインティング7時から8時ですってやってるじゃん、うんうんうん、あれ何なんだろう ね、ライブペインティングって僕の中では全然意味が分かんなくて、うんうん、要するになんでそんなに別にそのどっちかというとパフォーマンスじゃない。なんかパフォーマーの、うん、パフォーマンスアーティストがライブペインティングというかペイントを使ってパフォーマンスしてるなら、うん、なんかわかる、うん、だけど自分の絵が飾った、例えばだよ、うん、ゴッホが展覧会やってゴッホライブペインティングやらないと思うよ。できないじゃないでも気難しいからとかそういう、いやだから作風が遅いじゃない、うん、そうそう、どれだけ時間かかってるのかっていう、うん、だからなんかそこになんかそこがすごいなんかとわちゃんに一回聞いてみたいというか、なんかその例えばじゃあオープニングをするに誰かがそのね、はいはいはい、とわちゃんとかでやるってライブペインティングやりたいんですけどって言われたらどう思うのかなと思って、どうそれ、パフォーマーだったら、うん、いいんじゃないって言いますね、うんうん、だけど全然関係なくて、例えばじゃあとわちゃん の、うん、絵をね、はい、あ、私の、ま、飾って、うん、っていうかじゃあ反対にそうとわちゃんの場所で誰かが他のギャラリーでとわちゃんの展覧会やってください、うん、はい、とわさん申し訳ないけど7時から8時までライブペインティングやってくれませんかって言われたらどうすんの。やらないですなんかそれはまあそうですね。だからなんかみんななんかこうやるじゃない。うんうんうん、だけどこれ普段の絵と違うんじゃないみたいなこともやって人もやっちゃうじゃない。そうですよね、そうですね。だけどそこにそのなんか、うん、別にそのなんかライブペインティングが悪いって言ってるわけじゃなくて、うんうん、僕が理解できてないから、うんうんうん、そのとわちゃんはどう思ってるのかなって聞きたかっただけなんだよ、うんうん、普通にこう多分そのスペースの運営わからないですけど、これ憶測でしかないんですけど、うん、運営者としてはやっぱりその来場人、まあ、人を呼ぶっていうことだよ ね、うん、っていう意味でだけど、やっぱりそれとそのアーティストのなんか作品でそんなに、うん、詰まるところ関係がなかったりするというか、うん、
まあ、私は油絵で描いてるんですけど、うん、油絵なんかほぼ難しいよね。そうですね、油絵でライブペインティングしてもなんか何も何も、まあ、ぐちゃぐちゃだよねこの時間で何か変わりましたかぐらいのゆっくりな速度だったから、公開制作ならまだ分かんない、1ヶ月とか、うんうん、ライブペインティングって何なのかな。例えばその、うん、あのニューヨークの、そのボクシングクラブでパンチする人、はいはい、あれはその作る過程が、うんうん、その残ってどっちかってあれライブペインティングってもしかできないんだよね。それあれってた、うん、あのペンキを使ったドローイングだよね、うん、要するにマークメイキングってドローイングじゃない、うん、だからドローイングが、うん、なのに、うん、だからドローイングにすればいいんだよね、うん、だから書道それだったらすごく分かる、うん、例えばなんかマシュー・バーニーのこう高速のドローイングとか、うん、なんかそういうドローイングを、うん、じゃあ身体を使ってある時間で即興でやりますなら、うん、すごく納得がいくけど、ピカソの鳩とかで30秒とかで描けるわけじゃん。だからそれだったら、でもあれもやっぱりドローイングだと思う。ただいっぱいこうやって使ってるけど、うんうん、だからそうですね、うん、ペインティングって、だってなんかライブペインティング終わりましたって終了後のさ、なんかさ、うん、例えば後で駆けつけてだよ、うん、って行くとさ、もうなんか何なのか分かんない、うん、ただドロドロのさ、うん、ものが置いてあって、これ何が見てほしいのか分かんない、ペインターなのかなのかってことになっちゃうじゃない、うんうん、だからやっぱパフォーマンスなんでしょうね、うんうん、なんかペインティング、ライブペインティングって不思議な言葉ですねなんか今思うと、うん、例えばなんかダヴィンチとかこう生涯をかけて1枚ずつ描いてるわけじゃないですか。フェリメールのライブペインティングあれは40年かけたライブペインティングなのかなって今なんかフェリメールのライブペインティングで展覧会やれば何も飾ってないの超遅いから。だから本来あの油絵ってすごく時間がかかるんですよね、まあ、アクリルとかすぐ乾くけど時間かかるどこか、だってあのフェルメールの時代って自分で擦ってっからねってか絵の具作るのにさ2ヶ月ぐらいかかるでしょ。そうなんですよね私もなんかたまに自分でその大理石の石板と石臼でから絵の具作るんですけど、もうそれをやるだけでも1日ほぼかかるわけですよね、うん、1日1色かかるわけですよね、うん、じゃあそれ自分が使うその色彩の分やったらそれだけで2ヶ月ぐらいかかってっていう長さで時間がやっぱりかかってくるので、うん、そうですね、瞬間っていうのはあんまりアプライにおいてあんまり私の制作だとないのかなっていう肌感かもしれないですね、うん、僕今でも忘れられないんだけど、すごい僕のまあ、知り合いがグループショーみたいなのロンドンでやってて、それに行った時にそのこれは画期的だなって、そのオープニングっていうイベントを利用したアート制作としては画期的だなと思ったのが一つあって、あのジュリアン・シナベルのオマージュっていうタイトルなので、でジュリアン・シナベルってほらサラワってさ、こう板に貼ってその上に絵描いてたじゃん、って言ったら床に陶器がいっぱい並べたんだよ、あのまだちゃんとした、うんうん、どうなるかっていうと、みんなが来るからみんな踏んで割れちゃうわけよ、だからそのジュリアン・シナベルの下地を作るっていうか、それがなんかこうだからみんな参加型パフォーマンスアートみたいで、うんうん、だけどそれがその割れた状態で多分その展示期間中、うんうんうん、飾ってあると思うんだけど、うんうん、オープニングしか言わなかったから、うんうん、だけど確かに、うんうん、特にイギリスとかってオープニングとかってお酒飲み始めるとみんな結構、うんうん、なんかが暴れちゃったりするじゃない、はいはいはい、蹴ったりとかしちゃうわけよ、うんうん、そのポッティーポット、うんうんうん、壁に当たって割れちゃったりしてるのよすごいな、これ面白いなと思って、そのタイトルがジュリアン・シナベルのオマージュっつって、まさしくみんなでライブペインティングじゃないけどそれだったらメイクセンスして、うんうんうん、だからそれがすごいクレバーっていうか、なんか参加したくもないのにさせ、うん、してるみたいな、うん、なんかお皿踏んで割れちゃってるとか、うんうん、でみんなでああとか言って、うんうん、それでなんか盛り上がってんだよ、はいはい、そしたらなんかこれ誰かがそれなんかこれジュリアン・シナベルのオマージュっていうなんだかとかって、まあみんなアートピープルだからもう大爆笑で、うん、みんなで蹴ったりとかしたティーポット気がついたらもうとことんやり始めるみたいなそういうガシ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 なんかこうアートの面白いところですよね、こう発想の転換というか、うん、だからダミアン・ハーソンはまさしくそうじゃん、うん、パブ行ってさ、サメのホルマリン漬けとかウケないとか言ってさ、うん、マジで作っちゃうみたいな、うん、それはそれでやっぱり
迫力もありますしね、やっぱ実物見ると、ね、いやいやっていうか冗談みたいなもんだけど、うん、実際作るとすごいよね。ダミアン・ハーストのサメは初めての時もなんかこう水槽で見るサメより、あの多分すごいちっちゃい空間にいるからだと思うの、普通のより、はいはい、なんかでかみたいな。いやそう、大きさもそうだしなんかこう動い生きてる状態で水槽の中で見てるサメがイメージの中にあるから、うん、こう死んだ状態標本としてあると、うん、なんかこう全く別のものに見えるんですよね、うん、なんか、まあ、それが彫刻なのか、うん、なんだろう、未知のもの、うん、サメの形をして、うん、している未知のもので、うん、そのなんかこう今日なんだろう、なんとも言えないこう知覚の歪みというか更新か、うん、ダミアン・ハーストの作品による更新をこうなんか受け止めてはみたいな、こうすごい面白いなと。あの牛の頭、あサウザンというやつ、牛のっていうんだっけ、はい、あれもすごいよね、うん、実物、うん、てか、うん、あの画集で見てて、うん、なんじゃこりゃと思って、うん、本物すごいよねなんかいやすごいですね、ざわざわするもん、ざわざわしますねいや実物見た時はやっぱ衝撃的でした。ダミアン・ハーストはやっぱ本当本物見た時のインパクトは、なんていうかな、なおさらこう消費されちゃってる、うん、携帯で見ちゃってるから、それを本物で見るともうギャップが激しすぎて、すごい。初めて見た時になんかこう、あこれはなんだろう、アートでしかできない領域の中で起きてる現象だなっていうのを、うん、なんかこうはっきりと感じるんですね、うん、画集で見るとなんだこれになるんですけど、そうそうそう、なんかイラストでもいいもんね。そうなんですよねでも本当にこう、まあ、あの生き物を使って、うん、まあ、そうですね、そこに、うん、置く、まあ、結構過激なピースですけど、まあそうですね、センセーショナル、うん、今でもセンセーショナルだと思う、うん、でそのなんていうの、アート鑑賞のさ、うん、一つのそのなんていうの、言葉としてさ、うん、体験とか言うじゃん、うんうんうん、まあ、体感とか、うん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 、もうまさしくそのエクスペリエンスなんだよね、うんうんうん、ダミアンの作品って、てかあんなにこうなんか感じさせるものって結構少ないじゃない、うん、いや、まあ、すごかったもん、初めて見た。なんかダミアン・ハーストの作品だとフォーダー・ラブ・オブ・ゴッドから、こうあのスカルにダイヤモンドをはまってる作品がすごく好きで、まあ、1回しか見たことないんですけど、うん、実物を。俺本物見たことないの。あのまあ、ポスターとかでとか画集とかですごい見るじゃないですか、うん、で、なんだろう、こう実際の、まあ、頭蓋骨を、うん、まあ、プラチナの加工でこう貯金して型を取って、うん、そこにこう、まあ、ダイヤを埋めてるんですけど、想像をちょっと絶していて、実物見た時に、うん、あなんていうんですかね、もう骸骨にダイヤモンドが埋まってるとかっていう次元じゃないんですよね。なんかとんでもないものを見てるような予感というか、なんていう感覚に陥るというか、そうなんだ、見てみたい。その2つの組み合わせで、そのどちらでもないものを作り出すっていうことの才能がやっぱりもう圧倒的ですよね、そのサメの作品にしても。うん、なんか一瞬ギミックなんだよね、その言葉で聞いたり、そのなんかこう、なんていうの、そのまあ画集だったり、そのなんか大衆的に溢れてるそのプリントとか、まあ携帯でも SNS とかで見てもすごいギミックじゃない、あれ本物は違うんだよね。あのギャップが本当すごくて、すごい。ジェフ君だとあんまそれ怒んないんだよねなんか知んないけどなんか値段のことばっか考えちゃって確かに高いんだろうなみたいな、うんうんうん、だからルイ・ヴィトンの延長なんだよね、うん、ジェフ・クーンズってだけど、その、うん、ダミアンの場合は本当なんかこうそんなの関係ないっていうか、そう、なんかすごくすげえなと思う、なんていうのかな、結構、うん、エキセントリックで、うん、こうある種倫理のギリギリの、うん、ところをこう攻めていくのに、最後出来上がるものは、うん、こう美なんですね。そうそう、美しいんだよね。美しいんですよね、うん、それがそう、あのなんかハエにどんどんバンバン飛んでんのもなんか美しいんだよね。そうあれがすごいよね。それが、うん、すごい、やっぱすごいアーティストだなと。村上龍のなんか絶頂期の頃の小説っぽいよね、うん、なんかギリギリなんだけど文章美しいみたいな、うんうんうん、その、まあ、
ギリギリのところ行きながらも、なんかどっかでそれをきちんと見てるきっとアーティスト本人がいて、うん、なんかその、まあ、冷静さというかわからないけど、うんうん、まあ、うん、まあでもイギリスのアートっていう感じしますけど、まあ、あのそうだよね、やっぱりこう脳内ですごい完成されてるっていうか、うん、まずはそれはエクスキューとして、うん、あの形にしてるから、うんうん、である意味やっぱりこうジェフ・クーンにはないシニカルさがあるじゃない、うんうんうん、ジェフ・クーンってオールハッピーみたいなさ、そのねじれた部分がないじゃない、うんうんうん、だからそういう意味ではそのまあ陰と陽と、例えば陰っていうかさ、うんうんうん、ジェフ・クーンが陽でさ、うんうんうん、みたいな部分だけど、そのだからってね、美しくないわけじゃないとか、すごいなんかこう、なんていうのかな、その特にそのあのサーザンイヤーズっていうのはなんか なんかざわざわするんだけど、静けさもあるし、うん、そう、なんか救いみたいなものがあるんですよね、うん、そう、そう、なんか、なんかやっぱりこう、それこそこう今なんかこう説明しようと思っても説明できない、その言葉で説明できないものを作り上げてて、それがすごい成功っていうか、すごい高い位置にあるっていうか、僕としてはね、だからそれがすごいんだよね、うん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 、そうですよね、なんかデイミアン・ハースト絶賛の回みたいななぜダミアン・ハースト絶賛の回になったのか分かる、ライブペインティングからダミアン・ハースト絶賛みたいなうーん、ダミアン・ハーストも多分ライブペインティングやらないよね、やるかもね、彼は冗談でライブペインティングっていうテーマではやるかもね、なんかスポットペインティング飾ったのでライブペインティングやってくださいって言ったらやらないよね、うんうん、だからまあそのジャッジメントはやっぱアーティストは あった方がとは言わないけど、だからテーマに基づいてないと何でもかんでもライブペインティングって僕はどうなのかなって思っちゃう、うん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 、とりあえずなんかあのオープニングだからっつって、うん、なんかテキ屋みたいじゃん、うんうん、なんかや祭りだから屋台出しますみたいな、まあなんかそのに、まあ、肉体を使った、まあ、身体の表現と、うん、やっぱその知的労働というか、うん、コンセプトをこう組み立てるところのやっぱ両方はあって、うん、まあなんか作品になってくるんだろうなっていうのは、うん、まあ、作品というか、まあ、作家性の獲得なのか、うん